僕は高層ビルの窓ガラス清掃している人を心の底から尊敬します。あの光景を街で見かけると毎回手に汗握ってしまいます。早速今日のプレイリストを紹介したいと思います。今日のプレイリストは僕みたいな高所恐怖症の人は閲覧注意です。高いところでのダイビングやスポーツの動画を集めていました。僕みたいに高いところがダメな人がいる反面、スカイダイビングなど高いところが大好きな人がいるのもまた事実です。最初に紹介するのは広大な自然の中でのダイビングを撮影した動画です。舞台となるのはアメリカグランドキャニオンの谷底にある秘境、ハバスパイの滝です。先住民の言葉で青緑色に光り輝く水のある地という意味があるハバスパイの地で撮影されたこの動画は、その名の通りサファイアブルーに輝く滝の上から行われたダイビングがスタイリッシュに描かれています。神秘的なハバスパイの滝からアクロバティックなトリックを決めて飛び込んでいくその姿は圧巻の一言です。次はこの番組でもおなじみの GoPro で撮影されたベースジャンプの動画なんですけど、ダイブするまでの過程がとんでもないことになっています。崖からのダイブでしたらよく見る光景なんですけど、今回のポイントになるのは崖と崖の間に張り巡らされたスペースネットと呼ばれる雲の巣のような円形の網の上なんです。その網の真ん中に開けた穴から地上に向けてダイブをするんですけど、ポイントにたどり着くまでももちろん崖の下は丸見えです。正直言って移動も同じぐらい怖いです。3本目は打って変わって大都市でのダイブ映像です。舞台となるのは世界一ゴージャスな街ドバイにある超高層マンションプリンスタワーです。総勢500人を超えるダイバーたちがさまざまなシチュエーションから命がけのダイブを楽しむその光景はまさにクレイジーです。高所恐怖症の僕にとっては一番遠い存在です。4本目はこれまたエクストリームな動画です。空中に浮かぶ2つの熱気球をロープでつないで、そこを生身の人間が綱渡りをするというバルーンハイラインです。今回の動画ではこの競技のプロフェッショナルアンディ・ルイスがバルーンハイラインの世界記録に挑んだ様子の一部始終を見ることができます。その高さはなんと地上約 1200m という途方もないものです。一歩間違っていれば死が待っている過酷な条件の中行われた命知らずの男の挑戦をご堪能ください。最後は人類の新たな可能性に挑戦した一大プロジェクトの動画です。2012年に行われたこの壮大な挑戦の舞台になったのはアメリカニューメキシコ州、上空およそ 39km。 エクストリームアスリートフェリックス・バームガートナーが挑戦するその内容とは、成層圏からの音速を超えた人類史上最大のダイビングです。丸い地球を眼下に臨んで今からホームに帰るという言葉とともにダイブをする瞬間はまさに映画のワンシーンのようです。90秒の動画を見終えた後は最高の充実感を味わえるはずです。以上5本が今日のラインナップなんですけど、プレイリストを始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。プレイリストを使っている状態になるので何もしなくても動画は自動的に切り替わっていきます。するとこの画面の右上にはカードっていうボタンがあるので、そこからでもプレイリストを始めることができます。最後に今日紹介したプレイリストを最後まで見てくれて、ベストミディア面白いなと思った人はチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。皆さん準備いいですか？それでは木曜日のベストミディアのスタートです。